中国が J35 戦闘機用次世代エンジンを3種類開発との情報をキャッチしました。今回は中国開発の次世代エンジン WS20 と WS19 を詳しく見ていきますね。戦闘機開発においては、日本が出遅れている状況、いつの間に抜かれてしまったのか、三菱本気で開発ですね。近年の中国といえば、改革開放路線の実施によって、中国共産党が管理する、いびつな資本主義とでも言うべき経済政策が、ひとまず成功し、その力によって、国内の開発や、軍の近代化を推し進めていく状況を継続している。最近でこそ、人口の増加には歯止めがかかり、インドに及ばないと評されるようにはなったが、未だ圧倒的な人口の多さと、そこから積み上げた GDP の額では、日本を寄せ付けず、世界で、2位の座を、確実なものにしている。阻止歌中で、中国は、南シナ海の事実上の領有化を、人工島の軍事拠点化等で進め、また、台湾を、手段は、問わずに、いずれにせよ統一するとの姿勢を崩さず、それを実現することで、西大平への進出を、確実なものにしようしている。その後ろ盾となるのが、中国の経済力、政治力そして軍事力であり、ことに、軍事力は、中長距離のミサイルをはじめ、海軍の遠洋航行を可能とする各種の艦艇の建造を行い、海洋進出を、現実のものとしようとしている。そこでは、具体的には、055型ミサイル駆逐艦や、075型強襲揚陸艦、そして、同国3隻目の航空母艦にして、初のカタパルトを備えた、福建を、2022年6月に進水させるなど、大型艦艇の建造を着々と進めている状態だ。これまでの中国海軍の航空母艦といえば、1隻目の、遼寧、2隻目の、山東、ともに、元は、旧ソ連、ロシアの航空母艦をベースにしていたこともあり、艦首部に、スキージャンプ式の発艦装置を備えたストーバー方式が採用された艦艇だった。しかし、最新鋭である、福建には、アメリカ海軍ですら羊だジェラルド、R、フォード級1隻にしか採用していない、電磁式のカタパルトを装備すると、主張しており、早ければ、この2023年春先から、始めるであろうテストが中止されている。福建が、実際に、アメリカ海軍の大型航空母艦らのように、キャタバー方式を実現できるのか否かが、今、まさに、世界中の軍事関係者が注目しているポイントだが、個人的には、この実用化は、そういいとは進まないのではないかと感じている。中国海軍が、これまでに、カタパルト運用の経験もなく、また、開発に際しても、頼みのロシア等の国々にも、その技術はなく、今のタイミングで、実用化を図れるとすれば、アメリカの持つ情報を非合法に入手するくらいしか、手段がなさそうだからだ。中国が民生品をはじめ、様々な分野の、様々な国々の工業製品を、知的財産権を一切無視してコピーしている例は、枚挙に暇がないが、ことが、電磁式のカタパルトともなれば、模倣品を開発するにしても容易なことではないだろう。ただし、今年2023年2月に発覚し、一時的に大騒ぎとなった中国の偵察気球の問題でも明らかなように、同国は、それこそ、非合法なあらゆる手段を駆使して、他国の情報を収集しており、電磁式カタパルトも、その対象であることは、間違いない。また、福建が、電磁式のカタパルトを実用化できるか否かは、同艦が、通常動力型の機関部を採用した航空母艦であることも留意すべきで、当然ながら、アメリカ海軍の航空母艦は、すべてが、原子力を機関部に搭載する艦艇である。
これは、電磁式のカタパルトを稼働させるにあたって、それに必要となる大電流、大電圧を供給する上で、非常に重要な意味を持ち、アメリカ軍の原子力空母ならば、その電力の供給に不安はなく、純粋に技術的な課題のみに対応すれば良いことになる。翻って、物件は通常動力型であり、これ以後の航空母艦については、中国海軍でも原子力の採用が取り沙汰されてはいるが、通常動力型の機関部の航空母艦が、電磁式のカタパルトを稼働させることは、かなり困難ではないかと見る向きが多い。その領域は、電磁式のカタパルトそのものの課題というよりは、通常動力型の機関部の艦艇が、いかに効率よく発電機を動かし、必要とされる電力を確保するのかという、いわば艦艇の電力インフラの問題が先にある状態だ。まあ、中国自体は、国策として、電気自動車、EV の普及にも注力をしていることから、バッテリー等の蓄電池の開発にも、一定の技術を確保しており、それらの延長線上で、復権に求められる電力問題を解決する、可能性もあるだろう。そういえば、2023年3月に、千葉市の幕張メッセで開催された、DSEI Japan 2023という、防衛装備品の展示会においては、日本の川崎重工業者が、参加企業の開発したニッケル水素電池を、電磁式カタパルトの電源として、使用可能だと提示していた。このニッケル水素電池が、実際の電磁式カタパルトの運用において、どれだけの頻度の使用に耐えうるのかには、疑問も感じるが、一部の路面電車等の電源としては、稼働の実績も多々あり、全く、新規の取り組みとは異なるようだ。そして、さらに、復権の件に話を戻せば、電磁式のカタパルトの実用化と並行して、そのカタパルトから、運用される航空機の開発が当然ながら必要であり、今の中国海軍が実現していない、もう一つの領域となっている。この、復権に関西する戦闘機として、有力視されているのが、J31 と呼ばれることも多い機体で、正確には、正式に、中国軍が採用を決定してはいないため、FC31 と呼ぶのが、現時点でもふさわしいのではないと言われている。FC31 は、もともとは、中国の航空機製造企業である、瀋陽飛機工業集団が、諸外国への輸出を念頭において、開発を進めていた、戦闘機であり、J20 に続く中国で、2機目の国産ステルス戦闘機として、2014年の航空ショーで存在が確認された機体である。この FC31 は、アメリカから F35 ライトニング2を、政治的、またはコスト的に導入することが困難な国々に対し、その市場を開拓するべく、瀋陽飛機工業集団が開発したとめされていたが、現時点での購入国は確認されてはいない。さらに、輸出を前提としているはずであった FC31 は、2020年頃から、航空母艦の艦載機となる仕様の存在が明かされ、これが、一般的に J35 と呼称されることが定着し、今や、復権の艦載機となることが確実視されている。このように、J35 は、FC31 の航空母艦艦用の機体だと召され、その機関部は、前述したように総発だが、それは WS-19 という、形式の中国国産のターボファンエンジンであると見られているものの、その詳細は、未だ分かってはいない。それでも、WS-19 は、従来のエンジンより、低燃費で、かつ水力にも優れていると、喧伝されており、中国国内では、新型の大型輸送機向けの WS-20 や、
名称すらも伏せられた新たなエンジンも技術的には完成しているとの主張を行っている。これらの新たな航空機用のエンジンは、素材として必要な特殊合金の安定供給とサプライチェーンの構築に課題が残るとされており、これらの課題がクリアされれば、一気に量産化を推し進めることが可能だと言われている。中国は、自国初の国産の第5世代戦闘機だと主張する J20 についても、2017年3月の実戦配備から、しばらくの間は、やはり、機関部の国内製造に時間を要したが、昨年2022年末までには、すでに200機以上が配備されたことが確認されている。この J20 に搭載されている機関部は、総発の国産の WS-15 ターボファンエンジンとされているが、もともとは、ロシア製の AL-31 等を搭載していたようで、その時点では、推力変更装置は確認させれていなかった。そうした点やカナード翼を備える外観からも、J20 の機動性やステルス性については、疑義を唱える声も多く、中国側が主張するように、いわゆる第5世代戦闘機と定義するほどの能力を獲得しているのかには、意見が分かれる。J20 が、デザイン的には、かなり独自の機体だったことと比較すると、J35 は、双発と単発という、機関部の相違は、あるものの F-35 ライトニング2に酷似しており、ステルス性という部分では向上している可能性も感じられる。